皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日は阪神本線梅田方面への普通電車に乗車しています。阪神本線の大阪梅田駅の開業事業の光景を撮影して、その情報を皆さんと共有します。どうぞご覧ください。阪神本線は大阪市北区の大阪梅田駅から兵庫県神戸市中央区の元町駅までを結ぶ阪神電気鉄道の鉄道路線です。路線距離は全長 32.1km、 期間は標準期の 1435mm、 紀州圏駅含む駅数は33駅、全線複線、全線直流 1500V の電化です。この阪神本線の東側のターミナル駅なのが大阪梅田駅です。阪神百貨店梅田本店である大阪梅田ツインタワーズサウスの地下2階に位置します。阪神本線の起点であり、阪神本線から分岐している阪神難波線の大阪難波駅とともに大阪側のターミナル駅として機能しており、阪神電鉄で最も利用者数の多い駅になります。大阪の二大繁華街の一角、北の中心地である梅田の地下に位置し、周辺は大阪市の商業ビジネスの中心として機能しています。2019年10月1日に国内外の観光客にとって大阪梅田駅が大阪市側の中心駅であることを分かりやすくするために、梅田駅から大阪梅田駅に改称されました。阪神大阪梅田駅に着きました。阪神大阪梅田駅の4番線は普通電車の発着に利用されています。この阪神本線の大阪梅田駅では隣接する阪神百貨店の建て替えに合わせて2015年3月から大規模な駅の改良工事が行われています。また阪神梅田駅北側の地下1階では東西地下道の拡幅整備も現在行われています。阪神大阪梅田駅の3番線ホームは急行および区間急行の電車への乗車に利用されています。旧1番線の北側に新たな1番線を設けてホームの拡幅工事が行われました。また6両編成に対応した4番線の延伸が行われ、可動式ホーム柵が設置されました。また改良工事の進捗に伴い2023年5月27日から従来の3番線を廃止して新3番線の協業が開始されました。旧4番線降車ホームは2023年12月6日より閉鎖され、現在改修工事が行われています。それに伴い旧4番線乗車ホームが4番線乗降ホームへと変更されています。また新3番線の供用開始に合わせてホームからの転落事故等の防止策として整備していた新3番線のホームドアの供用も開始されました。2024年の春頃の完成を目指して最後の詰めの改良工事が進められています。なおこの整備の一部に鉄道駅バリアフリー料金制度が活用されています。阪神電鉄は本線、難波線、武庫川線、神戸高速線の4路線を51駅 48.9km で営業しています。特急、急行、快速急行など9種類の列車を組み合わせたきめ細かいダイヤを編成するとともに、山陽電気鉄道と大阪梅田、山陽姫路間、近畿日本鉄道と神戸三宮、近鉄奈良まで相互直通運転を行っています。沿線各都市の都市計画事業として踏切の立体交差化を進め、交通渋滞の緩和と列車運行の安全性向上に努めてきました。立体化率は本線で 95%、 阪神難波線で 90%、 神戸高速線では 100% と非常に高い水準を誇っています。現在も阪神難波線の出来島駅から千鳥橋駅間で高架化工事を進めており、この工事が完了すれば阪神難波線の立体化率は 100% になります。ホームドアが閉じ、2番線から姫路行きの直通特急が出発していきました。直通特急とは阪神電気鉄道と山陽電気鉄道が大阪梅田駅と山陽姫路駅の間を阪神本線と阪神神戸高速線および山陽電気鉄道本線経由で運行する列車種別の一つになります。
大阪梅田から山陽姫路の間を約1時間40分で結びます。また阪神大阪梅田駅改良工事の進捗に伴い、西口コンコースと各番線ホームを連絡するエレベーターの供用が2024年1月27日の土曜日の始発より開始されました。それまでは阪神大阪梅田駅のエレベーターは東口にあるのみでした。これで駅の西側に向かう利用者も大きく迂回する必要がなくなり、バリアフリー化が充実しました。撮影日の2024年1月25日では4番線上高ホームの西側のそのエレベーターへ通じる通路の整備工事の仕上げ工事が行われていました。このカーテンの向こう側に新しく設置されたエレベーターがあります。仕上げ工事の作業の様子は残念ながら撮影はできず、工事の土音のみが聞こえていました。1905年4月12日、大阪から神戸間に開業した阪神電気鉄道ですが、大阪側のターミナル駅はもともと出入橋駅でした。その近くには船だまりがあり、梅田入堀川という水路が水運のために利用されていました。そこにかかっていたのが出入橋で、船が出入りすることから名付けられました。その出入橋付近にあった出入橋駅は現在の阪神福島駅のやや東寄りの場所に位置し、現在は西梅田公園となっています。当時出入橋駅のすぐ近くには国鉄の大阪駅がありましたが、約3ヶ月後に国鉄の大阪駅は東側の現在の位置に移動しました。そのため国鉄への乗り換えに不便となったことで、阪神電車は1906年に400メートルほど国鉄大阪駅側に単線の仮線を伸ばしました。1914年には複線化され、阪神の梅田駅の駅舎が完成します。さらに1926年には阪神梅田駅が改築され、2階建の駅舎にホームが並び、立派なターミナルの姿を形成していました。その後1939年に梅田駅は地下化され、さらに東の現在の位置へと移動します。福島駅との距離が近いため、1948年に出入橋駅は廃止されました。大阪・関西万博の開幕を1年後に控えた2024年春頃には、阪神大阪梅田駅のこのリニューアル事業は完了する予定です。阪神本線の大阪梅田駅で行われている大規模な改良工事の完成間近の光景を撮影して、その情報を皆さんと共有しました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。